今日はすごいですね。ステージでこう呼び込んでても気持ちがいい。それぐらいやっぱお客さんがギャラリーが詰めかけていると、そんな中での今日の最後の試合、一体どちらが勝つんでしょうか。インブルを捉えてきた西谷プロ。さあ続いて柴田プロ。柴田プロのダーツ、アゲインですか。アゲイン、インブルですか。外ですかね。あそうですね。柴田プロが先行ということですかね。はい、先行取りましたね。はい、Thank you, ladies and gentlemen. Five leg match. First leg, game on. セパレートブル形式のオープンマスタート。まずですね、はい、はい、さあ対する西谷プロはどうか。ちょっと最後の一本右に行きました、ね、アンラッキーですね。スイッチしてなんかこう柴田プロの場合スイッチするとこうトリプル19絡んでくるっていう、そうですね、入るイメージありますけどね。そうなんですよね。人間だったってことじゃないですか。まあ、そうですね。機械ではないですから。そうですね。ここで140ですよね。やっぱ相手がミスした時にやっぱりこう多めに入れてくるっていうのはさすがだなっていう感じですよね。これ素晴らしい。174点。さあこれ140点以上欲しいですね。どういうふうにアレンジしてくるのか。100で168のフィニッシュ圏内ですね。素晴らしい。ここで140削ってきました。128フィニッシュ圏内、はい、ここでやっぱ柴田選手大きく削って西谷選手にプレッシャーを与えないと厳しいと思います。厳しい展開ですね。そうですね。ここはブレイクするか。ただ18もかなり20も入ってましたから、まあ、これは54ですね。18トリプル、はい、20ダブル、ダブル20ってことですね。はい、16、54、
にこう段差が上だったり下だったりずれてる感じですね、柴田さん。さあダブル10です。はい、これブレイクするとでかいですね。ダブル20、はい、きっちり決めるか。1本目でしっかりと、うん、2人ともこう意識しすぎてナーブスになってるっていう。ああ、でもでもそれはあるかもしれないですね。決勝の舞台というのも多分あるんでしょうけど、うね、ちょっとナーバスになってますね。これがね、19クローズが決まればいいパターンなんですけど、ね、そうですね、ちょっと今決まらないともう厳しいですよね、逆にこれでトライされますからね、もう1本いくんじゃないですか。やっぱ20は持たせたくないですね。そうですね、うん、5点差だからもう並んだも同然ぐらいの感じでいく方がいいですよね。クローズきました。これがね、60だったらトリプル入ってんじゃないかとか思っちゃうんで、ここはオーバーしてからですかね。もう一本いくんじゃないかな。あー、そこできっちり。素晴らしいナインマーク、エイトマークでしたね、はい、ヒットスラッシュアウトしたね。まあ、でももうナインマークですよ、ですよね。いや、素晴らしいですね、これはトリプルシュート率が。そうですね、これは下に返すか、返すか。あー、わずかに。点数はやっぱり多めに取ってきますよね。そうですね、しっかりセオリー通りというか、はい、そうですよね。ここで楽に打たせたくはない。16戻りますね。はい、ここでしっかりとクローズしてきました。もう8マーク、40点オーバー、まだありますからね。そうですね、15取りでオーバーしますからね。はい、素晴らしい。さて、5点オーバーされた状況です、はい。ですね、15、そして16、全然いいでしょう。素晴らしい、はい、ちょっとこう柴田君落ち着きを取り戻してきたような感じですね、はい、ちょっと西谷選手のペースに何かのこう釣られてた感じなのか、やるぞっていう感じがみなぎりすぎて、
どちらかというと そんな感じがしてたんですけども、まあ、ここでちょっと冷静になった感じかなと。うん、素晴らしい。いつもの柴田豊和プロです。6.15、 5.14。 先行クリケですね。そうですね、出だしがゲームオンしまして、はい、出だしは7本以上欲しいです。ここで280スタート。スイッチ入りましたね、なんかね、入りましたね、はい、2レグ目の後半からスイッチちょっと入った感じがしました。返してきたベッド。この西谷プロのナインマーク率今日は高いですね、うん、これは面白い。フォーマークス。点数はそれほど離れていません。はい、26点。さあ、18、トリプル18。まあ、ナインマーク。すごいですね、本当。これは見せます。まあ、これはそうですね、ちょっと痛いですね。と厳しいですかね。18から来ますね。トリプル入るな。おお、完全に相手のチャンスを潰してからクローズに来てますね。そうですね、はい。これは素晴らしい。仕掛けましたね。いやでもこのタイミングじゃないとダメですよね。18のシュート率がやっぱちょっと嫌だったんでしょうね。チャンス来ましたよ。チャンス来ましたね。15取りで点数をオーバーできます、ね。はい。9マークで返すってことになりますが。おお、来たー。すごいっすね、これ。素晴らしい。これはすごいですね。かなりエキサイティングですね。面白すぎる。次ブルで決めるでしょうか、柴田豊和プロ。さあ、精神統一してますね。柴田豊和ウェインショーウィナーさあ、ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパンステージ16神奈川ジャパン優勝、柴田豊和プロでした。さあ、それでは優勝されました柴田豊和プロに一言いただきましょう。見事神奈川大会ジャパン優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の決勝戦はものすごい鳥肌が立つような、そんな決勝戦でした。いかがですか？そうですね、はい、結構緊張してたんですけど、今日は僕は生まれ育った地元横浜市で
結果が残したかったんで優勝できてよかったです。ありがとうございます。こう見ていて、試合を見ていて、柴田豊和プロが2レグ目の途中からちょっとこう変わったなというふうに感じたんですが、本人的には何かあったんでしょうか、どうでしょう。まあそうですね、今日は、西谷選手はデビュー戦で決勝まで来て、普段戦ってるライバル選手から絶対勝ってくれって言っていただいて、それを絶対に期待に応えようと思ってたんで、それができてよかったです。はい、素晴らしかったです。さあ、たくさんの方々応援している中での、まあ、見事優勝ということで、最後に一言、応援してくださった方にメッセージをお願いします。そうですね、スーパーダーツもまだ僕はワイルドカードオンライン予選両方ありますし、ジャパンもまだシーズン残り2戦、ね、あるので、全部しっかりいい結果残して皆様に恩返しできたらなと思いますので、応援よろしくお願いいたします。本日も一日ありがとうございました。おめでとうございます。ジャパンステージ16神奈川優勝、柴田豊和プロでした。